NTT コムエンジニアリング株式会社は、東京都港区に本社を置く NTT コミュニケーションズグループのシステムインテグレーターである。1987年、NTT 研究所の研究成果物を市場展開することを目的として、日本電信電話株式会社により、NTT ファネットシステムズ株式会社として設立された。1999年に、 NTT コミュニケーションズ株式会社が設立されて、以降は同社との結びつきを強化しており、現在は代表取締役社長に NTT コミュニケーションズの事業部長経験者が就任すると、完全子会社として NTT コミュニケーションズグループの中核会社となっている。2011年11月1日、社名を NTT ファネットシステムズ株式会社から、 NTT コムソリューションエンジニアリング株式会社に変更した。社名変更と前後してロゴマークもダイナミックループから NTT コミュニケーションズのシャイニングアークに変更している。2015年1月1日、ソリューション事業を NTT コムソリューションズ株式会社に承継するとともに同社のエンジニアリング事業を継承。社名を NTT コムエンジニアリング株式会社に変更している。ありがとうございます。